日本の国民食ラーメンが今世界的なブームに。そんな中、外国人が殺到するラーメンはしごツアーが。さらに2000店以上を食べ歩いた外国人ラーメンマニア推しの一杯とは。煮干しのパンチが素晴らしい。なぜ彼らはラーメンに魅了されるのか追跡しました。渋谷の街を歩く外国人のグループ、実は3時間でなんと6杯を食べ歩くかなりハードなラーメンはしごツアーの参加者。ラーメンツアーは3回目なんだ。こちらは7年前に日本でラーメンの虜になったというアメリカオハイオ州から来たニックさん。コロナが明けレスリングのコーチとして4年ぶりの来日ですが、どうしてもラーメンが食べたいと練習の合間にツアーに参加。ツアーには兄のロニーさんと、日本のラーメンは初めてというガールフレンドのミスティさんも参加。美味しいって何度も聞かされたわ。だからハードルは高くなってるわよ。この日のツアー参加者は4人。歩いて渋谷周辺にある今話題のお店を回ります。東京にはおよそ3000店のラーメン店があると言われています。そしていよいよ1軒目に到着。渋谷駅8号口から徒歩5分炙り味噌ラーメンが人気のお店です。早速ラーメンを食べるのかと思いきや、徳川光圀が最初にラーメンを食べた人物とされています。ガイドはラーメン好きが講じ、このツアーを6年前に始めたアメリカ人のフランクさん。ツアーではラーメンの歴史や種類などのレクチャーも。参加者も興味津々。いろいろな味を楽しめるようにと、ツアーでは一つの店で4つの味からミニラーメン2つをお好みで選びます。オハイオ州の地元では豚骨ぐらいしかないから、今日はいろんな種類のラーメンを食べられるチャンスなんだ。看板メニューの炙り味噌ラーメンは、信州白味噌と北海道の味噌に12種類の食材をブレンド。そして炙ったもやしに味噌スープを入れ、さらに炙り、風味をつけるのが美味しさの秘密。はい、味噌ラーメン。生姜やニンニクの香り、味噌の深いコクと優しい味で、外国人をも虜にする一品。4年ぶり、念願の日本のラーメンは。世界一うまいね。一方、辛味噌ラーメンを選んだミスティさん、初めて食べる日本のラーメンの味は。スモーキーで香ばしくて最高よ。日本のラーメンがこんなに美味しいなんて知らなかったわ。一軒目にして大満足の4人。なぜそこまでラーメンを愛するのか。麺、スープ、食感、香り、それぞれいろんな種類があって、どれもワンダフルだよ。このまま2軒目にと思ったら、ここは普通の神社よりもカラフルなんです。渋谷駅近くの歴史ある神社を見学しつつ腹ごなし。歩くことおよそ20分、
2軒目のお店に到着。世界6の国と地域で30店舗以上を展開する豚骨ラーメンの有名店。クリーミーで濃厚な豚骨スープは外国人に絶大な人気。さらにオリジナル赤、黒、緑の4色の豚骨ラーメンがインスタ映えすると話題のお店です。ニックさんが選んだのはオリジナルとバジルとオリーブオイルを使いチーズをたっぷりのせた緑。 This is amazing. 緑はまるでイタリアンな香りと味だよ。一方、4杯食べたミスティさん次のラーメンもあるからどんどん消化しないと。何としても食べるつもりよ。およそ3キロ歩いたツアー一行、3軒目は恵比寿駅の近くにあるお店。中に入りましょう。今話題のラーメンというのが、このスープ、実はカレー味。こだわった何種類ものスパイスを使用。それを鶏ガラスープや麻油などとブレンド。こちら、一度食べると癖になるというカレーラーメン。ラーメンとカレー、ただただ美味しいよ。限界が近そうだったミスティさんも、さまざまな味が広がるラーメンの世界にこの笑顔。たくさん食べたわね。もうお腹いっぱいよ。でも参加した甲斐があったわ。4人ともラーメン6杯を見事完食。どのラーメンもめちゃくちゃ美味しかった。どれが一番かは決められないね。ツアーは3時間半で終了。こちらのラーメンツアー、多い時は月に500人以上の申し込みがあるといいます。こうしたラーメンブームを支えているのが SNS。 その火付け役とも言われる人物が。おはようございます。アメリカ人のブライアンさん、45歳。全国2000以上のラーメン店を食べ歩き、10年以上前から SNS で日本のラーメンの魅力を世界に発信する人気インフルエンサーです。ラーメンは本当に誰でも興味ある。子供からおじいちゃん。この日も大好きな店。これ JR 水道橋駅の近く、今注目しているという進化系のお店へ。久しぶり。お久しぶり。いらっしゃいませ。本当にラーメンをこうブライアンは愛してて、このラーメン業界でも知らない人いないんで。看板メニューはコクのある深い味わいが絶品のこの醤油ラーメンですが、ブライアンさんが今注目しているのは週替わりで提供している創作ラーメン。今回はその新作を試食することに。タラの唐揚げやカモなど、さまざまな具が丼に。思わずシャッターを切るブライアンさん。何でもこだわりっぽい、もう面白い。材料たくさん入った。そしてお待たせしました。京風白味噌ラーメン。見た目最高。食べるの前はすごいテンションアップ。地鶏の白湯スープに西京味噌が合わさった具沢山の限定ラーメン。わお。ベースはクリーミーな味噌の感じだから、柚子の香りの生姜の後味。さすが天才。
ラーメンが様々に進化する一方、長年の味にこだわるお店も。次に向かったのは、今まで食べた2000店の中でも推しの一杯という夫婦二人三脚で作る極上スープの知る人ぞ知る名店。イエス、来ました。さっきの店長は仲いい、これはリスペクト。店内は満席、そして食欲をそそる魚介のいい香りは。お待たせいたしました。はい、松尾さん。煮干し大好き。煮干し大好き、これ。シンプルかつ懐かしさを感じさせる煮干しのうまみたっぷりの醤油ラーメン。厨房で腕を振るうのは店長の高野孝子さんと夫の正弘さん。夫婦でラーメン店を始めたのはおよそ30年前。きっかけは妻孝子さんのある言葉でした。子供もちょうど手が離れるっていうのがあって、だって私が仕事したいななんて言ったら、主人がいいよ、じゃあラーメン屋でもやろうかっていうような。実は若い頃から夫婦で食べ歩くほどラーメン好きだったという高野さん夫婦。その経験も生かし、夫婦で一緒に働ける好きなラーメンの店を始めることに。スープの仕込みは毎朝8時から始まります。これでもかっていう食材が入る。2時間半で出汁を取るんで、まあとりあえずいっぱい入れという。まずは国産豚の原骨。次に入れる鶏にもこだわりが。これレバーなんですけど、雑味が出るんで、うちではレバー取っちゃう。とにかく雑味、スープに入れないように。使用するのは、信玄鶏、大山鶏、比内地鶏と、国内有数の地鶏、銘柄鶏だけ。チャーシューにも使用する豚バラ肉なども加えて、2時間以上煮込みます。スープに使う煮干しは正弘さんが厳選した国内産の4種類。前日から時間をかけ出汁を取ります。煮干しのフレッシュな香りと旨味が出た中華そばが皆さんに受けたんですかね。もう本当に変わらず、そのそれを追求してきたっていうのが今の味ですね。豚や鶏の旨味がたっぷり入ったスープと煮干しのスープを合わせれば、極上のスープが完成。麺は正弘さんが打った自家製麺、そして妻の孝子さんが仕込んだメンマやチャーシューを乗せて、これが夫婦のこだわりが詰まった自慢の中華そば。果たしてその味は。すごい、もう幸せの味です。幸せ、煮干しのパンチが素晴らしい。煮干し好きの人にはたまらないかと思います。そんな一杯にラーメンを愛するブライアンさんも。美味しいラーメン世界から紹介したい、それだけ、それだけ。